皆さん、こんばんは。私はフィリップです。私はイタリア人です。それと42歳です。私の誕生日はいつですか？9、12月です。今日は、日曜日です。それとトリノで雨しました。今日、これは私の家です。今日はここに今ここにいます。それと今日は新しい漢字を勉強しました。私は日本語を勉強します。だから日本が好きです。私は日本語学校へ行きません。でも私の家で日本語を勉強します。私は、日本語の本を買いました。それと今日は新しい本を買いました。この本が、200漢字があります。今日まで、500漢字を習いました。今日本でいつに、帰るつもりですか？来年5月日本へ行きます。東京で私の友達のイタリア人を持っています。彼たちは東京に住んでいます。私はベイナスコに住んでいます。ベイナスコがどこにありますか？横のトリノにあります。どうしてベイナスコに住んでいますか？私の町が小さいですから。今日は、新しい漢字を勉強しました。ここは私の本があります。これは私の部屋です。ここは寝ます。ここは、レトロゲームを遊びます。ここは私のコンピューターを使います。私の前は私の机があります。ここは上の机は私のコンピューターがあります。このコンピューターは古いです。でも、去年このコンピューターを買いました。このコンピューターは、古くなくて重いです。そこは私の本棚が、これは、そこは私の本棚です。中は私のレトロゲームがあります。どうして、レトロゲームのが好きです。このレトロゲームが東京で買いました。今日はこのゲームは東京で高いです。今、私の夕食をしました。何を食べましたか？野菜と肉を食べました。明日は仕事へ行って、私の仕事がどこにありますか？ポリノがあります。ポリノは、小さい、ま、ポリノは、えー、小さい、ま、errore、ポエリノで小さいです。私の会社は日本人です。中は日本人を話します。今、彼は日本に帰りました。それと来年、彼はイタリアに帰ります。彼はイタリアにいます。時一緒にレストランへ行きます。それとピザを食べます。ありがとうございます。このビデオを見ましたのために、今私の台所へ行って、それと私の皿を、洗います。ありがとうございます。おやすみなさい。Qualche errore ci sarà, però me la cavicchio. Ciao!